ロレンツォ・ムゼッティは、イタリア・トスカーナ州、カンラーラ出身の男子プロテニス選手。身長185センチメートル、体重75キログラム。右利き、バックハンドは、片手打ち。ランキング自己最高位は、シングルス115位。2017年7月に、ポンテデーラで行われた、ITFM15 でプロ大会デビュー。 2018年全米オープンジュニア男子シングルスの決勝でチアゴ在墓地ビウチに1から2で敗れ準優勝。2019年全豪オープンジュニア男子シングルスの決勝でエミリオナバを2から1で下し優勝。同年2月のベルガモでチャレンジャー初出場。6月に ITF ジュニア世界ランキング1位となった。10月にはアンタリアで行われた。 ITFM15 で、プロレベルで初となる優勝を果たした。2020年全豪オープンで、グランドスラム予選に初出場し、シングルス予選1回戦でウェイントラウブを2から0、予選2回戦で、コピルを2から1で下したが、予選3回戦で、フリークスポールに0から2で敗れた。2月のドバイで予選を勝ち抜き、ATP ツアー本戦進出を果たした。本戦回戦は、 アンドレー・ルブレフに0から2で敗れた。9月のローマで予選を勝ち抜き、マスターズ戦で初めて本戦進出を果たす。1回戦でスタンワウリンカを2から0で下し ATP ツアー初、勝利。2回戦も西小里イを2から0で下したが、3回戦でドミニク・ケプファーに0から2で敗れた。翌週行われたフォルリのシングルスでカバシュビリ、ティアーセッピ、ハリス、 モンテーロラを下し、チャレンジャー初優勝を挙げた。2021年1月に行われた全能オ,オープンは、予選1回戦でボティクファンでザンツフルプに1から2で、敗れた。同月のアンタルや1で2回目のチャレンジャー決勝進出を果たしたが、ハウメ・ムナールに1から2で敗れ準優勝。2月のビエッラ2で3回目のチャレンジャー決勝となったが、クオンすぐに0から2で敗れ準優勝。 3月のアカプルコで予選を勝ち抜き本戦進出。1回戦で、第3シードで当時ランキング9位のディエゴシュアルツマンと、対戦、セットカウント6から3、2から6、6から4で下し、対トップ18勝利を挙げた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退。 Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。